ここは OK だろうって判断する人って、またそこに現場にいない人だったりするんで、でどういうふうに報道するとかって、まあ、そこが変わらないとってとこですよね。現場の人たちはいいんですよ、すごく。<noise> 岸田が WBC の練習の時、キャッチボールして邪魔してるのを映してるのは、 あいつやっぱりアホやなって分かって、どういうことだろう <laughs> いまいち分からない。アメリカのメディアはそこ脇わきまえてますかうん、だその、いわゆる盗聴というか、そういうのは報道してるのあんまり見たことないしね。うん。だから、その、アメリカメディアは、その、だから選手にマイクをつけてもらって、で、試合中とかに、例えばシ味ンが持ってる時に、ちょっとこう、インタビューしながら、試合してたりとか、まあ、そういうこともあったりするんですけど、日本だとまずないだろうけど、 うん、そういう時は、だから相手のあんないない選手がマイクつけてるのでっていうふうに先言われるから、だからそのせ、あの放送されてる側の選手も、あの、わ、まあ、かるというか、分かった上で会話してるんで、だそれを分かった上で会話してない会話を放送されるって怖くないですか、本当に。 おはようございます。女の子の孫が生まれました。おめでとうと言ってもらえると嬉しいです。あ、おめでとうございます。孫。孫ってどんな感じなんだろう。<coughs> スポニチのとある方が X で炎上してました。選手へのリスペクトがない記事ばかり書いたり、X で幼稚なレスバーをずっと繰り広げてしまい、しまいには被害者ずらしてました。 ええ。ま、それはちょっと内容がわからないから、僕は一概にその記者のことを何とも言えないけど。試合の時にマイクつけてラジオやってください。やばいですよ、もう僕。あの、出場停止ですよ、多分。 日本のメディアは MLB の選手が嫌われてますかいや、でも、例えば、そう数によるんじゃないですかその、例えば、今のパドレスとかだったら、そんなにめちゃくちゃ、たくさん、わーっているわけじゃないんで、あのー、ね、特にしかも、いろんな選手、例えば、ダルビッシュ選手どうですかとか、松井選手どうですかって、そんな聞くわけじゃないんで、全然大丈夫ですけど、でも、例えばそうやって昔自分がね、レンジャーズにいた時とかだったら、やっぱりみんなにみんなに、 こう、じゃあ、例えばダルビー選手、どうですかって聞いちゃうから、うん。それはでも結構しんどいですよ、選手は。自分たちはいいかもしれんけど。で、まあ、そのね、クラブハウスに相当な数いたりすると、やっぱりこう、それもやっぱストレスになるし。まあ、数さえちゃんと調整したり、そのね、質問の、質問、 とかのやっぱ質をちゃんとすれば全然あれなんでしょうけど、やっぱ自分がいた時は結構やっぱ嫌がってる人いましたね。うん。確かに自分のこと聞いてほしいよね。まあ、聞いてほしいというか、やっぱり選手側もやっぱりその時間を使ってるんで、うん、あ、その自分の。 一応そのメディアに対してリスペクトっていう意味で声かけられたりしたら、まあ結構こうね、自分の時間を止めて話したりするわけじゃないですか。なのに、じゃあずっと例えばね、他の選手のことひたすら聞かれたりとか、まあね、毎回そうインタビューするたびに、うん。じゃあ、リスペクトを感じないですよね、うん。韓国のメディアもひどいらしい。いや、そうなんや、知らないですね、それ。 まあアジアはちょっとまあそのねアメリカとやっぱりこう全然あの文化も違うしうんまあそこはまあ何を基準とするのかってところですけど上は韓国行きの 機内写真をアップしてましたね。みんな楽しそうだったけど、ダルちゃんと松井くんはジョーたちと席近かったですかあー、なんだろう。自分と松井くん一番左側だったんですけど、あの、ジョーは一番右側の席で、えー、二席、二席、二席って感じ。二席、通路。で、二席、通路、二席みたいな感じだったんですよね。で、僕らの一列前の一番右側がジョー座ってたんで、まあ割と近かったですね。 やっぱモラルの問題になってくるんだろう。まあそうですね。もうモラルの部分ですね、やっぱり。まあでもやっぱり現場の人もだから結局上から聞け聞け言われるし、もう嫌なとこあると思いますよ。うん 韓国は観光しました今日何しますか観光してないですね。ただ、外出したのは昨日のチームディナーと、その1日目に、その、なんか、コーヒー屋さんに行っただけなので。 あ、仕事行ってきますああ。お疲れ様です。頑張ってください。何時だ ?9 時51分。同じ時間なんです。これが変なんですよね。日本といつも時差を考えてやるのが、同じっていうのが。うん。東京家は誰さんの脳内の言語は英語ですか日本語ですかああ、いや、まあ、その時によりますね。うん。 韓国バリカフェ多いらしいですね。いや、なんかそれ、この前誰か言ってたな。ジョーかな。なんか、マスグローブかなんか言ってましたね。4軒連続コーヒーショップ並んでたとか。<laughs> コーヒー会2時間も何話したの ?2 時間もないし、多分1時間ぐらいだと思ますね。いや、なんだろう。いや、普通に最初行って、まあ、サイン書いたり。で、まあ、なんだっけ。 ま、そのコーヒーショップすごくいい雰囲気だったんで、で、そのなんていう、なんていうのかな。どうやって作ったとか。うん。あと、なんかその、二日ぐらい前に雨漏りがなってて、あ雨漏りになってて、それをどうやって修理したとか、なんか <laughs>、そんな話してました。うん。あ、明日カフェ行ってきます。楽しみです。あの、えっ、ー、と、フューチャーマインドですかね。 セイこさんが落ち込むときはダルさんと喧嘩するときってインスタライブで言ってました。うん。<laughs> 喧嘩ね、しますね、結構。まあ、最近しないか。自社ボケはまだちょっとありますかね、若干。 まあみんなそうですけど、やっぱり眠そうですよ、夜は。夕方ぐらいからかな。うん、韓国ドラマ見ますかいや、僕全く見ないですね、そういう映画とかは。うんうん、まあちょっとそろそろ、あのー、 もう一時間近くになるので、もうちょっとしたら、まあ出発なので、ちょっと準備します。えっと、ありがとうございました。また、えーっと、お願いします。近々いると思うので、来てくださった方、ありがとうございました。まあ、お仕事とかあると思いますか学校とかわからないですけど、あの、頑張ってください。では、失礼します。お疲れ様です。